滝連山の主砲たち左から西が、岳、御嶽、小金が、岳。滝連山は、京都府から丹波市の山市、丹波市にかけて高い岸壁上に連なる500メートルから700メートルの山々の総称で、旧滝群にちなみ滝アルプスとも呼ばれる。主砲は、宇滝で西が、岳、小金が、岳の3つの峰が中心となっている。 野獣郎が岳山町より望む滝連山市の山盆地の北方に、連なる標高600から800メートルの連峰で、滝連山県立自然公園を形成する。古清層の岩室は軽岩である。南方に緩やかに、北方に急瞬の地形であり、水系としては、日本海へ注ぐ由良川水系と瀬戸内海に注ぐ、加古川水系とに分かれる、中央分水嶺となっている。 滝連山では、鼓峠が最も標高の低い分水嶺である。植生が豊かであり、聖規町のシンボルでもあるシャクナゲやツツジが多く自生し、お刺しだ、岩鏡など鉱山植物に分類される植物も多く見られる。麓の一部を除き自然林でありケヤキ、奈良、カエデなど秋を彩る樹木が多く紅葉も美しい。滝連山も含め四方を山に囲まれた、篠山盆地では、 秋頃からしばしば、丹波切りと呼ばれる農務が発生し、朝には、雲海が観察できる。滝連山は、平安時代末期から中世にかけて、修験道行場として栄えたが、1482年に、大峰山の総兵の来襲により、寺院はことごとく消失した。現在も、大岳寺跡、伏線寺跡、水飲み場などが見られる。また、東の覗き、不動岩、 西の覗き、愛前屈など、行場らしい地名も残る。現在は、県立自然公園に指定されており、山野草、高山植物、鳥獣なども多く見られ、登山道の整備も行われている。春季には、日陰筒子、シャクナゲなどが、新緑の山々を彩り、秋季には、雑木林が、全山紅葉する。また、山頂からは、 神戸の六甲山や淡路島までを遠望できる。主法の御嶽西が岳を南南西から望む。小金が学主法であり、古くは愛波が峰と呼ばれ、頂上は東西二つの峰に分かれており、西側が最高峰で三角点があり、東側には石室がある。南側直下には、修験道場の本山新近宝寺大伽藍、大岳寺跡がある。さらにかつては、 数カ所の道が立ち並んだという。頂上からは360度の展望が開ける。現在でも毎年5月には山伏による山開きの行事が行われる。北には大鉱山、長老が岳、東に京都のあたご山、大阪の生駒ま連邦、南には六甲山や張間ま灘、西に田島の栗など周辺の主要な峰が見渡せる。雄大な山形をしており、 南側に多くの尾根を持ち、北面は山頂から絶壁となっており、無数の岩場が点在する。岩場に咲く尺投げが美しい。崖が落ち込んでおり、歩行には危険な箇所が少なからずある。三つの山の中では最もアルペン的風貌を持ち、祈願露出の印象的な山陽。岩は荒い形石室である。古くは 座王道があったところから座王が竹と呼ばれることもある。視界は明け、展望も良いが、足場は、急峻な馬の施錠になった箇所も多く、鎖場もあり、危険も伴う。古くは座王道があったことから、座王が竹と呼ばれることもあり、修験道場の山である。頂上には座王道をはじめ、南側直下に伏線寺をはじめとする寺寺、麓には里坊も存在した。 丹波地方の登山コースでは現在でも非常に人気が高い。登山の歴史は古く修験道場として、鎌倉時代から室町時代には、修験者の入山が後を絶たず一帯の山々には、方向するほら、尺上、年寿の声えば洞窟里にまで響き渡ったという。修験道としての行では、表裏の2ルートに分かれており、表ルートは造見48滝から、峰々を精神し、 宇滝の行者道へ。これを、金剛会周りと称す。裏は、御嶽頂上から精神し、西が,が区を通過しよう福に下り、滝の宮で水行を行い終了する。これを、大蔵会周りと称す。ありがとうございます。